魚沼市と福島県にまたがる奥只見湖。近くにある奥只見丸山スキー場には、春スキーを楽しむ人たちの姿がありました。そこから30キロほど北に位置しているのが破間川ダム。湖面には流氷のように雪が漂っています。春の風物詩、雪流れです。冬の間、ダムの水位が低下したところに積もった雪が、雪解け水の流入とともに湖面に浮かび、雪流れとなります。雪国ならではの春の景色として有名になり、今日も見物客がカメラに収めていました。綺麗ですよね。まあ、迫力あってなかなかのもんだと思います。越後の原風景というか、魅力的というか、ロマンを感じますよね。魚沼市観光協会によりますと、雪流れは今がピークで、気温の上昇とともに近日中に消えてしまうということです。